今日の切り裂きにつの時間やってまいりましたということでですね、今日はなんと5年ぶりに妹の部屋に侵入したいと思います。一番最初に侵入したのは2015年11月ぐらいでした。針金で鍵で侵入したの皆さん覚えてますか？それを今日5年ぶりに実行したいと思います。ははは、久々だな、5年ぶりだな。俺はエレン・イェーガー。ねえ、5年ぶりじゃないの侵入した？いつも入っとるのに。いつも入っとるけど、こうやって純正で一つの動画で侵入するのは約5年ぶりでございます。迷惑、もういい加減するよ、卒業しろ。いや、もう卒業できない俺には。気持ち悪い。その髪の毛もどうなの？あの時からシスコンだったけど、年を重ねることにシスコンのがもうパワーアップしてってるんだよ。やばいやろ。うん、汚い。何が汚いんや。やめんか、その本当に侵入とかやめんか。侵入したいもん。何のために侵入するん？コン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 、マイマイ、ちょっと入れてでいいんじゃないの？それいちいちその侵入する必要ある？あるよ。そんなことするしなおさら嫌われるげんって。じゃあちょ、挙式のこと言っていい？サブじゃないから俺の裾を見せる。気持ち悪い。正直僕普通なんですよ。動画外だと静かな男だし、昔きりたんぽちゃんとの動画のコラボを見てくれた方ならわかると思いますけど、めちゃくちゃ静かなんです。女子と喋る時とかも。あれが俺の素なんですよ。どっちが本当かわからんよ。じゃあ普通になるよ。今俺素になるよ。いや、どっちが普通なの？動画撮ってる時の本当かもしれんや。じゃあどっちが本当ってないや。静かな時の俺が本当やねん。それって誰が決めたん？でカメラ回ったら俺スイッチ式やから、こうやってうるさくなるに早口になって。本当はそれが自分かもしれんや。でちょっとなんか頭足りん人なんかなみたいに言われる時もあるねん。足りんがいねん。足りんくないん。普通やねんって。普段メインチャンネルでの俺の動画の前置きでなんか頭足りんがいんじゃねえとか言ってる人いると思いますけど、それは俺の本性じゃないんです。皆さん頭足りません、この人。いや足ります。全然足りません。いや足りるんです。それがまた常識知りません。知ってます。確かに過去にやっぱいろいろ炎上やらかしたことあったけど、もう今反省してるし、確かにあれはイカれとったと思うけど。じゃあちょっと待て、反省しとるなら妹の部屋に侵入するのやめろ。でもそれ関係ない。それは俺の動画のスタイルやから。いい感じ。そのスタイル変えれば。いや変えれんげんって。これはまた多分40歳になっても俺妹の部屋侵入しとると思うよ。妹のランチ嫁に行って、嫁に行った夫の家も俺侵入するよ。ずっと60歳70歳定年になっても多分普通に妹には構ってると思う。お前には定年はない。まあ、本当や。俺は YouTuber だから。そうやな。俺も多分普通に就職できんやろうな。本当にできん。誰も雇ってくれん。まあ、俺も頑張って銀行員の会社とか受けてるんですよ。これでも落ちるよ。信用ないもん。あるわい。お金扱う会社にあんたの家入れるわけないやん。確かにな。なんか俺に任せるって心配やよ。そう、信用できない。まあ、とにかく俺は正常なんです。こうやって動画回ったらエンターテインメントとして皆さんにおかしい俺をお届けしてるだけなんです。皆さん騙されないでください。この人本当はおかしいです。おかしいね。ということで今日は妹の部屋に侵入していきたいと思います。5年ぶりだな。行くぞ。おい妹、ちょっと部屋の中入れてくれや。なんでや。なんでそんなお前のこといきなり入れんねん。だって最近俺お前のこと純正の動画で部屋に侵入してないやん。何その日本語、いいやからね。おい、今頭の中何も入らんけんて。入れ入れろや。俺らやだ、絶対無理。今友達使うけんて。いや友達ちょっともどうでもいいって。やだ。どうしてもお前と今話したいねん。何を話すん、そんないきなり。対面してお前の素顔を見たいねん。やだ。前の素顔見てどうする。毎日見とるやん。いや毎日見とるけど、この動画越しで見たいねん、お前の顔を。動画越しで見て何がある。なんか需要でもある、あなたに。このアイビスミニのカメラを通して見たお前の顔は本当にひとときの素晴らしいリフレッシュした顔してるんだ。じゃあ見て見て。じゃあ開けてくれるの。いや。あ、本当に。開いてねえやんけ。早く開けろって言ってるがに、なんでわからんげんで。やだ。じゃあいいわ、俺もう別の方法で侵入するから。あ、入られちゃった。鍵が見つからないんですよ、妹の部屋の。昔俺が手に入れたのに。何で開けようかな。見て、針金を見つけたよ。5年前と一緒だね。これで開けちゃおう。また鍵の構造は変わってないはずだ。あ、来た。なんで？やめろって言っとんけって。やめろとか言わんといてや。あ？俺どうしても入りたいんや。なんでそんな入りたいの？だからお前に構ってほしいんや。お前に構ってほしいとか言われてもさ、そんなお前はお前のこと嫌いし気持ち悪いし、そんなことされたくないねんって。だから俺はね、前と会いたいだけじゃなくて、君の友達に会いたいの。なんで前の友達俺のこと知っとるの？玄関に靴が置いてあったから。その匂い嗅いでん。嗅いだ嗅いだ。聞いた？とにかく入れてくれって言ってんだよ。やだ。お願いしますよ。前の友達に会ってどうする気なの？おしゃべりしたい、トークしたい。いや、そんなことはない。俺が触れたる、絶対に。もう開けれるよ。よし、開いたぞ。ざま見やがる、俺の鍵技術を舐める。いきます、せっに、ひとは。入ってくんなって。入ってくんなじゃないやんて。俺はどうしても入りたかったん。お前、友達おるやんて。いや、友達おるとか知らんて。だから友達と話したかった俺は。何を話す？こんにちは。すいません。お邪魔します。女に植えてるから。女に植えてるんです。ねえ、映さんといてマスクつける。うん、ありがとうな。動画のためにな。で、ちょっとお聞きしたいことあるんですけど。ちょっと前の友達に触れんといてよ。じゃあ、俺お話がしたいやん、ただ。何の話あんまり凶暴なことするつもりはないよ。ちょ、お話したいことあるんですよ。前の友達じゃないですか。兄貴はどう思います？ええ、やなと思います。何が変なんですか？仲良すぎるところ。前のこと大好きなところ。あ、やっぱ、妹好きなことってやっぱダメや。シスターコンプレックス。気持ち悪い。気持ち悪い。気持ち悪いっすか。ほら、やっぱり、あんたが全ての限界は。シスターコンプレックスでダメだと思います。気持ち悪いと思う。キモいです。キモいですか、はい、お兄ちゃんいます？いないです。いないです。みんな弟やよ。あ、みんな弟なんか。まあ、そうや、弟を好きになるようなもんやからね。ありえん。やめとかんか、本当に。なんでやめんなん。世間から見たら本当に気持ち悪いってことわからんか。いい加減本当に理解してほしい。愛はもう理解できた。理解できた、うん。恋愛的に好きとかじゃなくて、お兄ちゃんお姉ちゃん大好きみたいな。兄弟愛ってやつ、鬼滅の刃わかる？炭治郎が禰豆子好きみたいな、そういう感じよ。やっぱ厳しいですかね、僕。はい。じゃあ、この人が彼女できん理由って何やと思う？妹が好きすぎるから。他は？気持ち。
何が気持ち悪い髪型でもこれでも伸びた方なんですよ。坊主にしたんですよ、自分で自ら。足の爪見してみ。足の爪見せ。手の爪はこれはマニキュア塗りました。前が塗ってある。そういう趣味があるわけじゃなくて俺が塗られました。じゃ足の爪本当に汚いんや、見てほしい。足の爪、いやこれは墨汁かかったからしょうがないんや。だなぁ、足に墨汁かかってちょっとなんか黒くなっとる人間の、これはしょうがない。不潔ね。清潔感が、見てこの顔、眉毛もつながってるし、ひげもぼぼでさ、何もかもが気持ち悪い。眉毛眉っぽくない？そう。いやよね、ちょ、ゲジ眉のとこ似とるよね。やだー。どこが似とるじゃん。だから繋がっとるとこ似とれんな。眉につながってない。眉に繋がってないし。繋がってないし。ちょっと繋がっとるよ、ちょっと若干。繋がってない。薄く繋がってない。繋がっとるんだよ。なんか産毛で繋がっとるんや。なんか濃いやつで繋がっとるみたいな。やだ。ちゃんと眉毛サロン行きたいで。黒川優香さん紹介してください。はいはい、お願いします。まあでも、イカレタ兄貴だとやっぱ思います。やっぱそうなんですか。イカレタ兄貴らしいわ。難しいですね、やっぱり。うん、じゃあ、どういうお兄ちゃんがやっぱ理想ですか？かっこよくて、清潔感があって、うん、頭良くて。全部俺当てはまってるやん。当てはまってないわ。全部当てはまってないから。そうなんかな。もっと努力しんか。服装にも気使って。で、そんなこと言ってお前バカにしとるけどさ、お前も彼氏おらんやんけ。舞ちゃんは彼氏いない歴約4年になりますが、これでも可愛い舞ちゃんを保つために日々努力しております。でもそんな努力しても結局実現できてなかったら意味がないんや。結局結果が全てやん。大丈夫、結果残せてきとるから。どこにある、教えてください。まいちゃんだってさ、たまにはね声をかけられたりするんだよ。どこでかけられますか？え、普通に一般的に私生活で妹ってどんな感じですか？ちょっと教えてください。気持ち悪いですね。友達に気持ち悪いって言われた前終わりじゃない。ガニ股ですね。あ、ガニ股か、うん、よく言われるんです、まいちゃんガニ股ってね。なんか立ち方なんかおかしいよ。あ、違う、走り方おかしい。走り方やばい。そう、でも俺もよく友達に言われる、自分の走り方なんか膝陣やって襟巻きと競技みたいな。あ、てかあれやん、妹と中学一緒だったわけやん。で、俺とも中学一緒やったやん。君が中学1年生の時に俺が中学3年生やったやん、はい、中1の君たちから見て前の兄貴ってどんな感じだった？知りませんでした。本当に卒業際に知って、あ、兄貴がおるって。兄貴がおるのは知ってたけど。応援団長しとったん知ってる？中学で応援団長しとったな。フレカッサーマって呼んでる。そうそうそう。で、陰キャに見えて意外と陽キャでもあるんや俺は。違う、陽キャに。あ、そう、陽キャに慕ってあげられる陰キャ、つまりいじられキャラ、はい。それがお兄ちゃんです。そうです。まあ、そんな感じなんですけど。まあ、前の部屋にね、こうやって5年ぶりに侵入したらね、昔は凶暴に襲ってきたけど、こうやって友達とこう輪を囲んで話させてくれると。俺これに感謝しかないですよ。ね。このでっけえなんかクマおって。そう、うちの新しい新入りちゃん、カフェオレくんです。はちみ社長の所沢パクってるやん。違う。あの、俺このクマさんの口にキスしてんけど、どう思います？気持ち悪い。本当にしとったよ。本当にしとった。だからシュッシュッシュッってかけた。そう、ちゃんとあの除菌スプレーを。ああ、よかったよかった。そんなバカにしなくていいですよ。俺は汚物扱いされるんですよ、こうやって妹の友達にも。まあでも仕方がない、俺うざい兄貴だからもうしょうがない。でもこれ自分の同級生のお兄ちゃんがこういう300万人 YouTuber だと思います。どう思わないですね。あ、そうですか。300万人いったん？いってない。ということで、ちょっと今日はこうやって女子会に僕も参加していきたいと思いますさ。出てってもういらんって。本当にでかいんやんって、もう君、俺の心臓の BPM が尽きちゃう。はい、もういいって、もう出てって本当に邪魔。もうなんと出て、俺も合コンしたい。合コンとか行きます？行きません。あ、行かないですか。ちょ、お願いがあるんですよ。やっぱ妹これからさ、来月20代になるじゃないですか。やっぱいろんなな、酒の勧誘だったり、先輩からのやりさんの誘いだったり、いろいろあると思うんですよ、はい、そこをなんとか引き止めていただけませんか？わかりません。それはやばいぞ。もしかしたら妹がワンナイトラブに誘われるかもしれない。それを俺今引き止めとしてるんですよ。まいちゃん、そんなみだらのことしません。いや、わからないぞお前。シーンから、どんなに清掃ぶっとる女子でも何があるかがわからん。まあ、それは多分女子が男に思う気持ちも一緒やと思う。本当に男はもうすぐにもうね、浮気するからね。そうなん、やっぱり。まあ、皆さんゆっくりしててください。はーい。僕今日ここで寝てもいいですか？いやでーす。ダメか。出てけ本当に。もういやんけ。ね、お願いやからさ、久々に侵入したからさ、別にいいじゃないの。もうやだな、もういい。本当に邪魔。前の夏休み残り数日そらんといて。やだね、俺今日ここで寝るんだもん。いや、頭ぶつけるぞ。ああ、それはあかんやろ、お前。暴力反対や。早く出てってって言ったんだ。だから出てくって言っとるやん。今ちょっとずつ俺の気持ちが出てっとるん。早く分かった。俺の体はまだ出てってないけど、ここら辺に俺の気持ちがあんねん、もう。わかります？あいた！分かった、出てくるくせやろ、お前。見とけよ、お前。いつか、お前のこと好きって言わせるんだからな。気持ち悪い。気持ち悪いなんて言っちゃあかん。人の気持ち悪いっていう時はな、ちゃんと誠意を持って理由を突き詰めて言いなさい。うん、分かった。そうやってさ、適当になんか単語だけ並べてな、羅列しても意味がないんだよ。そっか、でもまいちゃん、りょうちゃんのこと嫌いだから早く出てってほしいな、お前は。あいた、追い出されました、ごめんなさい。お母さん、妹の友達とは意外と打ち解けられたけど、結局追い出されちゃったよ。打ち解けられるわけないやろ、気持ち悪いじゃん。なんで気持ち悪いんやんで、ドアに頭ぶつけさせられたよ。諦め
て正解を選ぶことよりも選んだことを正解にすることが大切なんですよ。あ、妹くん、俺に部屋入りさせてくれる気になった？あの、マイの友達来とるのに部屋入ろうとする方が間違っとるよ、ね、はい、今、はい、オフにします。今のは俺の動画のキャラなんですよ。演出なんです。わかります？これが普通なんです。今普通になりました。はい、スイッチオフ。ただの陰キャや。そう、ただの陰キャやね。こうやって普通になったらみんなこんな俺見て面白くないでしょ、メインチャンネルで。だからこのキャラ演じてないんですけど、これが普通なんです。どっちがいいかね。どっちがいいと思います？皆さんコメント欄で書いてください。どっちもどっちや。どっちもどっちか。俺という人間はな、やっぱ普通に清楚で静かな人間なんですよ。まあ言うたら陰キャラです。なんですけど、終わって、じゃあ終わるか。じゃあ皆さんさようなら、またお会いしましょう。どこで会うの？知らん。バイ。はい、今ですね、僕のね、いとこがね、右にいるんですけど、言うたら俺と同級生なんですよ。言うたら、まあ、ちっちゃい頃遊んだりして、俺と妹と共に育ってきた人なんです。正月とか終わってね、小さい頃の俺と妹どうやって教えてほしいん？これを聞き、今こうやって八幡岡兄弟になってるけど、昔は、陽が舞をいじめて泣かせとったな。泣かせたあげく、まあ、あの、俺ら二人でいじめたりもしとったな。俺はいじめてない。いや、いじめとったと。いじめてたって一緒になってなんか鬼ごっことかかくれんぼするときに絶対に俺らグー出そうぜっつって鬼にしとって。その親戚の家でかくれんぼするときとか、とにかく標的にしとった感じ。しとったかもしれん。今考えたら情けないという。5歳とか6歳のときなんで、もう小学校1年生とか幼稚園年長さんぐらい。もうそれぐらいの時代やからさ。もうだいぶ昔やけど、ゲームとかしとるときに一人だけ仲間外れにさしとった。まあ、とにかく今俺妹好きな感じなんだけど、妹を仲間外れにするみたいな感じがあったわけですよ。Wii リモコンとか、お前ら家には絶対使わせないとか。ちっちゃい頃仲悪かったけど、やっぱ仲悪い兄弟ってなんかやっぱ大人になったら仲良くなるものなんですよ。普段は普通なんです。こうやって喧嘩してるけどね、動画上はね。なんかある？一言最後。今動画を見てる子供たち、兄弟と仲悪かったらね、仲良くしてくださいね。